稽古場がすごく楽しくて脇がすごくヒリヒリしているんですけど以上です。ただやるだけです。はい、いや本当に稽古場がすごく楽しくて、新年早々、ああそういえばこのリトバスの稽古期間中結構楽しんで稽古場に向かってたなってことをすごい思い出しましたね。そしてこの今脇がすごくヒリヒリしているんですけど、そったせいで、あこれも久しぶりだなみたいな感じですね。以上です。ぜひこう楽曲もそうですし、なんかそれぞれのこうなんか思いだったり、なんかちょっと楽しくなるところはわーって楽しんでいただいて、なんか切ないところはなんかちょっと一緒にいろんなことを感じていただいて、でなんかこうそうですね、なんか終演後もなんかいろんなことをなんか考えて思ってくれるようななんか作品になっているので、なんかそこを楽しんでほしいですし、まあ、あとは僕が言いたいのは、あとは、ただやるだけです。はい、ということでそれを伝えたかったです。はい、決めてきた。それはなんかセリフがあるんですか？はい、怖がらず信じてただやるだけ。あ、なるほど、はい、昨日の夜準備したんだ。ちゃんと、はい、真面目っす、ね、それだけです。はい、セリフでなかったらね、これだけポカーンと見出しに、いやもう分かりますから、だから見たらね、真面目だからね。はい、ありがとうございます。